j web ラジオドーナツここからの時間は東京東京フェスティバルクリエイティブファイル東京を彩るさまざまな文化プログラムの中からラジオリスナーの好奇心をくすぐるイベント展覧会などをご紹介していいきますはい、今週は「江戸東京博物館でで今日から開催です和宮江戸へ触れた品物見た世界」。 こちらに注目いたします。はい、本展を企画された徳川記念財団の徳川紀子さんにお話を伺いました。徳川さんですよ。そうです、はい。さあ、和宮江戸へ、まず、どんな展覧会なのか、内容、ね、構成について伺っています。徳川記念財団では、あの、毎年江戸東京博物館で。あの、企画展をさせていただいていまして、今回の展覧会では。あの、十四代将軍。 家持公の性質だった人工天皇の皇女の和宮様について紹介しています将軍の性質はあの多く公家社会から嫁いできまして京都から来た彼女たちがあの宮廷文化を江戸城に浸透させていきました和宮様はその多くにおける生活瞬間を武家風と御所風の和合に努めた人物です そうなんだ。ね、そうなんです。ね。ねあの徳川家持は十三歳で十四代将軍となって、うん、和宮は。えー、とお互いにこう、十七歳の時に結婚。まあ当時はね、ね早いですよ。で家持が二十一歳で創生したため、結婚生活は四年未満という短さだったんですね。 でまあ京都の公家育ちということから多くにおける生活習慣を武家風と御所風の和合に努めた人物と言われている。そういうことなんですね。んで、うん、はで洗練されていくね、うん、おそらく重要な役割を果たされたと思いますね。はい。さあこの展覧会具体的な見どころについて伺っています。今回はあの徳川宗家に恋愛する和宮様の調度品と。 江戸東京博物館にある和宮様のちょうどあの一緒に並べてやるあの初めての大きな展覧会ですで今回は孔明天皇から拝領した銀製品やあの和の宮様直筆の和歌や消息などを中心に和宮様が実際に見たり触れたりしたさまざまな 作品をあの展示するようにしましまたあの今回はその一ノ瀬様が実際に見,てだ見たであろう触れたものであろうというものを考えて展覧会をしようと思ってますでおすすめは一点というわけでなく初めてこの江戸東京博物館と徳川宗家徳川記念財団の持ってる和宮様の道具やお雛様お雛道具を中心に出して 展示しています、はいで。今回はあのお道具っていってもあの村なし字っていってなんかすごくあのきれいな蒔絵のお道具がちょっとそういういのを中心に展示しましまたあの。初公開のものはあの江戸東京博物館さんのちょっとものが23点あるぐらいなんですけれどもなかなかあの見応えのある展示になってます。 まあそれであの見どころとしましてはそのお道具がこう一堂に会するっていうのが初めてのことなのでその華やかさを体感していただきたいはい、うん、和宮様、まあ、当然ね公家社会から、ね、京都からいらっしゃるわけですからはいそのなんていうんですかねお道具の、うん、なんか持ってらっしゃる、うん、なんでう敬語が難しいね <laughs> 大変でしょ。うね、当時ですよだって、ね<え>担いでくるわけですよ誰かが。すごいことになってたんだろうな。いやなんか銀製品とかすごい個人的に好きなので、うん、なんかこうこういうのを見ると夢があるっていうかワクワクしますよね。ねうん、まあ今回はそういう意味で実際に触れたもの、それから見たであろうものというのをね、しかも両方のね、うん、ところから集めてということなので、はい、ちょっと貴重な体験になりそうでございます。 ということで今日ご紹介した和宮江戸へ触れた品物を見た世界は2月23日火曜日まで江戸東京博物館の常設展示室内5階企画展示室で開催しています。えお正月は特別開館をしておりまして、京都明日の3日も京都明,明日もご覧いただけます。うん、詳しくは江戸東京博物館の公式サイトをご覧ください。はい、今日は徳川記念財団。 徳川範子さんにお話を伺いましたありがとうございました